昨日から県内梅雨空戻ってきましたけれども、今日少し雨が降っていない時間帯もあったんですが、この時間帯は少し強く降っている状況です。いや悲しい、悲しいんですけれども、こんな悲しさを吹き飛ばすほどのテンション高める今日中継お伝えしていきます。お邪魔しているのはこちらです。燕市にありますネクストジェネレーションタウンです。こちらコンテナハウスに特化した商業施設となっていて、燕市の魅力を県内外の方に伝えたいという思いから誕生したということなんですよね。そして小さいお子さんから大人までが楽しめる、そんな次世代型複合施設となっているんです。オープン初日から多くのお客さんでにぎわっているということですよ。ということで、ここから詳しくお話伺っていきます。人力車代表の笠原さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。こちらのコンテナの施設なんですけれども、はい、どのくらい前から作ろうと考えられていたんですか？4年前ぐらいから、はい、4年前。そのくらい前どんな思いがあったんですか？4年前にこのコンテナガレージハウスを1台作って、これの集合体がどうしても欲しくて、でようやく夢が叶いました。はい、念願だったということですけれども、はい、こう奥を見渡しても、ね、たくさんありますけれども、はい、どのくらいの店舗があるんですか？今、およそ30店舗あるうち、まだオープンしない店が4店舗ぐらいあるので、はい、その中で、まあ、これからオープンするのが脱毛であったり、はい、ドリンク、カレーライスのお店など、まあ、いろいろあります。なるほど、脱毛のお店があるということで、はい、ちょっと回ってきてもいいですか？はい、ありがとうございます。では行ってきます。こちらに進んでいきますと、まずこちらが、ね、入り口付近になるんですけれども、はい、まず出迎えてくれるのがカラフルなドライフルーツ B マーケットさんです。こんにちは。どのくらいの種類のドライフルーツあるんですか？はい、大体80種類くらいあるんですけど、今日はちょっとすごく売れてしまって15種類くらいしか今はないんですが。そうなんですね。じゃこれでも行くたびに違うこのドライフルーツに出会えるなっていうこともあるんですね。はい、 そうですね。はい、その中でも人気なものはどれでしょう？ダントツでリンゴが人気です。リンゴ、ちょっとすごく今日売れてしまったので。そうだったんですね。確かにもう残りわずかなぐらいになってしまったんですけれども、そんな貴重なリンゴをいただいてもいいですか？ありがとうございます。では早速貴重なドライフルーツのリンゴいただきます。人気ですね。噛めば噛むほどこのリンゴの旨味がこう出てきますね。はい、これワインに欲しくなりますね。そうですね。ぜひこの生ハムなんかと合わせていただいて。おしゃれ。おつまみなんかもいいですね。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。そして、ね、私は、ね、今、ね、入り口付近にいるということなんですけれども、まあ、この顔があるんですけれどもね、はい、この辺りにいるんですが、この反対側には藤原さんもいるということで呼んでみます。藤原さん。はい、私はですね、西辻さんからはね、離れた場所に来ていますよ。入り口から見ると一番奥の場所なんですが、地図で見るとこんな感じ、ステージのね、すぐ脇にいるんです。でこのステージでは様々なね、イベントや企画も行われるということで楽しみですよね。なんて言っていたら、すごい音してきてますね。おお、すごい。ステージ上ではキックミット打ちがされていますが、すいません、お話いいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。お二人は格闘家でいらっしゃいますか？はい、総合格闘家です。はい、すごい迫力のある蹴り、ありがとうございました。そんなお二人もお店をされているということで、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？はい、ではお願いします。お店があるのがね、こちらになるんですよね。どんなお店なんでしょうか？こちらの SS スタンドというお店ですね。はい、はい、格闘家の方がやるお店、どんなお店なんですか？一応コンセプトがありまして、自分たちプロ格闘家が、提供するのは、プロテインドリンクコンセプトとして、プロテインドリンク提供いたします。おすすめのものを教えてください。おすすめ、こちらメニューになってるんですが、味がありまして、はい、鬼レモンプロテインにマスカットジュースで割るのが一番のおすすめになっていますね。はい、それをね、今日はね、ご用意いただいたんです。うん、では早速いただきます。鬼レモンってどういうの？そう、鬼レモンらしいんですが、いただきます。どういう味なんだろう。プロテインってドロッとしたイメージありましたが、意外とさっぱり、さらっとしてるんですね。はい、
鬼レモンっていうので、うん、酸味ちょっと怖いなと思ったんです、ね、意外と爽やかっていう感じですね。はい、あれ格闘家の人たちじゃなくてもプロテインっていいんですか？はい、そうですね、一応今となっては子供たちからお年寄りまで健康維持のために飲んでもらう方が多くてですね、あと結構髪とか体もタンパク質できてるんで、本当にスポーツ選手以外も気軽に飲んでいただけます。私も小さい教科さんのように強くなれそうですね。大丈夫です、なれます。ありがとうございます、ごちそうさまでした。また後ほど続きいただきます。ではお隣のお店に移動してまいりましょう。こちらはですね、おにぎりや紙結びさんです。ではお邪魔します、よろしくお願いします。こちら様々なメニューありますけども、ご紹介いただいてもよろしいですか？はい、10種類のメニューの中からおにぎりが選べるのと、あとちょっと小ぶりにした状態で、いろんな味が楽しめるように3種盛り5種盛りと、あとは紙結び丼という形でこのネタが滑るのを買っている丼を用意しております。そう、丼まであるということで ね、またこちら鴨七谷さんのコシヒカリを使っているということで、とてもこだわりのお米なんですよね。はい、私も一番のおすすめ、一番人気というこの、ね、焼き鮭いただきます。焼き鮭美味しいですよ、本当に。ゆっくり味わってください、ぜひ藤原さん。あのお米がもっちりしていて、また海苔の香りもいいんですよね。はい、この鮭の塩加減ととってもよく合います。やっぱり新潟のお米最高ですね。そうでしょ。ということでね、まだまだ紹介したいお店あるんです。こちらご覧ください。はい、こちらはですね、仲良し夫婦、お話好きの、ね、夫婦が営んでいるという釜焼きピザのカルドさんです。お店の名前のカルドとはイタリア語で温かいという意味だそうで、注文があってから焼くピザはもちろん熱々。一番人気のマルゲリータはお店の看板商品です。冷たいビールと熱々ピザ、一緒に召し上がってみてはいかがでしょうか。そして続いてはですね、コーヒーでほっと一息つきませんか。ここラテスポットでラテアートの世界大会の出場経験を持つスタッフが作り上げるカフェラテに魅了されます。アートの技術はもちろん、味にも定評があるカフェラテを一度堪能して癒されてみてはいかがでしょうか。前に写真撮りたいね。そうですよね。そしてね、続いて美味しいものまだまだ続くんです。エド&クリスさんのお店にお邪魔していますが、もういらっしゃいませ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ブラジル出身ということで、シュラスコのお店をやられているんです。はい、ちょっと塩かけていいですか。お願いします。一番人気の牛いちごのシュラスコを用意していただきました。どうぞ。しっかりねかけていただきましたよ。この焼き目がまたいいですよね。カリッとして中は赤くて最高の焼き具合です。ではいただきます。どうぞ。美味しそう。ちょっと大きめいっちゃったんですけど、あのジューシーで柔らかいですね。シンプルに塩で味付けることでこの旨味を味わってもらいたいということなんです。いや、ありがとうございます。ごちそうさまでした。いや、たくさん堪能させていただきましたが、西辻さんはどこにいますでしょうか。西辻さん。はい、私は物販エリアに移動してきました。このおしゃれな外観、目を引きますけれども、マザーオーガニックさんにお邪魔しています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちは。こちら、どんなお店になっているんでしょうか。うちはですね、世界中のオーガニック食品、もう美味しいのは当たり前で、はい、楽しい商品を取り揃えています。そうなんですね、はい、目の前にも野菜がたくさんありますけれども、はい、これのどういった特徴があるんですか。これはね、ここ見ていただくとチョウザメをプールで飼って、排泄物を養分にして水耕栽培した無農薬の野菜なんですよ。そうなんですね、はい、この見た目かなり色鮮やかで、はい、ちょっと目の前にあるのでいただきたいな、はい、偶然ありますか。偶然全然用意していただいたんじゃないですか。用意していただいたんですね。ありがとうございます。塩もかけていただいてありがとうございます。じゃあね、ぜひ偶然ご用意いただいた、はい、美味しいですか。まだ食べてないです。面白い方だね。ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっとゆっくり食べますね、はい、いただきます、はい。シャッキシャッキ、味が濃いんです。味濃いです。このお野菜の味がしっかり感じられるので、はい、ドレッシングいらずでいただけますね。はい、
ではこれ後ほど堪能させていただきたいと思います。はい、残しておきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだまだちょっとあの、はい、次行きますね。はい、楽しんできてください。また行きます。ありがとうございます。さあさあ奥に進んでいきますと、もう今はねちょっと閉まっちゃったんですけどね、こちら雨が降る前は古着屋さんをねやっていたということなんですよ。じゃあそしてねこちらお邪魔していきます。こちらエステとか占いとか、あとはねネイルも行っているということなんです。特に本店内堂さんではこのネイルサロンを行っているということなんですよ。このように見てください、このね華やかなネイルチップが販売されているということなんですよね。これすべてハンドメイドで作られているということなんですよ。可愛らしいですよね。でネイルやるとテンション上がるじゃないですか、はい、私今日テンションかなり高かったの気づきました。あれ実は中継前にネイルのチップをつけていただいたんですよ。可愛らしいですよね。このネイルつけるだけでも心がウキウキして、何度この爪をね中継前に見たことかというくらいなもうテンション上がりっぱなしです。そしてね通常のネイルもこちらで行っているということです。可愛らしくしてもらいましたよ藤原さん。いやいいですね。ね食べ物屋さんだけじゃなくこういったね物販のお店もあるということで楽しめそうですよね。そして今後店舗増える予定はあるんでしょうか。はい、これからもう4店舗、増える予定になってますんで、はい、今日まだまだ紹介しきれないところがありましたので、ぜひそれはここに来ないと楽しめないですよね。はい、そうですね。笠原さんここまでありがとうございました。ありがとうございました。